古事記。神々の誕生。すでに国を生み終えて、さらに神を生みましき。彼、生みませる神の皆は、大事お潮の神。次に岩土びこの神を生みまし、次に岩須姫の神を生みまし、次に大戸日分けの神を生みまし、次に雨の吹き尾の神を生みまし、次に大谷びこの神を生みまし、次に風持つ分けのお潮の神を生みまし、次に綿の神、皆は大綿積みの神を生みまし、次に港の神、皆は早秋津彦の神、次に芋、早秋津姫の神を生みましき、大事お潮の神より秋津姫の神まで合わせて戸柱。この早秋津彦、早秋津姫二柱の神、川海によりて持ち分けて生みませる神の皆は、阿波なぎの神、次に阿波なみの神、次に貫なぎの神、次に貫なみの神、次に雨の御曇りの神、次に国の御曇りの神、次に雨の九膝持ちの神、次に国の九膝持ちの神、阿波なぎの神より国の九膝持ちの神まで合わせて八柱。次に風の神、皆は四夏彦の神を生みまし、次に木の神、皆は九九の地の神を生みまし、次に山の神、皆は大山積みの神を生みまし、次に布の神、皆は茅野姫の神を生みましき、またの皆はぬづちの神と申す。四夏彦の神よりぬづちまで合わせて四柱。この大山積みの神、ぬづちの神の二柱、山ぬによりて持ち分けて生みませる神の皆は、雨のさづちの神、次に国のさづちの神、次に雨のさぎりの神、次に国のさぎりの神、次に雨の蔵戸の神、次に国の蔵戸の神、次に大苫戸以子の神、次に大苫戸以女の神、雨のさづちの神より大苫戸以女の神まで合わせて八柱増す。次に生みませる神の皆は、鳥の岩くす船の神、またの皆は雨の鳥船と申す。次に大月姫の神、次に火の八木早尾の神を生みましき、またの皆を火の鏡子の神と申し、またの皆は火の家具土の神と申す。この御子を生みますによりて、御仏や変えて闇こやせり、たぐりになりませる神の皆は、
金山彦の神、次に金山姫の神、次にクソになりませる神の皆は、ハニヤスビコの神、次にハニヤスビメの神、次にユマリになりませる神の皆は、水葉の目の神、次にワクムスヒの神、この神の御子を豊受けビメの神と申す。彼イザナミの神は火の神を生みませるによりて、ついにカムサリマシヌ、雨の鳥船より豊受けビメの神まで合わせてヤハシラマシマス。すべてイザナキ、イザナミ二柱、共に生みませる島は遠まりよ島、神はみそじまり五柱、子はイザナミの神、カムサリマス先に生みませり、ただおのごろ島は生みませるにあらず、またヒルコとアワシマとは巫女の数にいらず。